議。一応始まりました。俺あいますいますいますが、今日はちょっとトーマさんがインフルエンザで休みなんですよね。ということで、はい、トーマさんは休みで僕じゃ一人でやっていきます。ということで、ワンチャン案件とももうないので、なぜないかというと、やってなかったっていう、アンケート自体やってなかったっていうので、やってません。やってません。1枚もないです。終わりです。これ僕一人で今から30分話します。ということで皆さん、はい、コメントください。もうおらんよ。今日はおらんかもしれん。うん。ちょっと悲しいけど、そう、インフルエンザみたいな。胃腸炎になって、じゃあちゃうわ。あばら先折れて、胃腸炎になって、まあインフルエンザなりましたね。連絡がちょっと、はい、ちょっと取れないんで、トモさんとはすいません。トモさんと連絡取れません。一切の連絡は できないんですけど、まあそういうことでちょっと、まあトモさんいないんで僕一人で進行していきます。はい、君誰や、財前ラウゼーって感じです。はい、財前です。僕財前魅力です。はい、番組でなくなる系、うん、多分もうこれで終わりかな。うん、もうおそらく、もうこんなんもう一人でやったもしゃあないし、うん、俺はもう無理やと。それはもう今日で終わり、ラスト、今日で終わり、全てが終わる今日でって感じで、最終、はい、今日でもう総会心やねって感じで、やっていきますんで、はい、誰か呼ぼう。誰かは呼ばれんけどね、もうこんなん呼ぶとか無理や、そんなん時間的にって感じで、はい、やっていきます。何話そうかな、何やろ、どうしようかなっていうことで、やっぱりネガティブ、もうなんかやる意味ない、終わり終わり終わりもうめっちゃネガティブみたいな、終わり終わりみたいな、はい、タイトルコール行ってないんじゃん。タイトルコールというかもう CM 行きましたもん。あ、行ったよ、ね、行きました行きました。え、じゃあそれ行く前どうだった。行く前もう誰もいなかった。誰もいなかった、マジで放送事故や放送事故や。はい、全然全然、元気です、トモさん元気です。インフルエンザなんてなりません。はい、何回インフルエンザなんでみたいな、おかしいからね、もうそんなに続けてたらインフルトーマや、うん、はい、ということでトモさん来ました。はい、始まりました。あ、第32回、ハミネワンちゃんとうとう32回目が来ました。まあ毎回1回ずつ増えるからなわかりやすい、わかりやすい。ということで、本当アンケートなんですけど、ちょっとなくてですね。ないんや。今回はアンケート、どうする、取りました、ちなみに僕アンケート、あの店にある、あ、取ったやつ全部捨てた俺捨てた、だからなかったんですか。捨てた、だからなかったんや。うわー、ちょっと、そうそうそうでも、あれじゃん、場所置き間違えたんじゃんすかね。多分みんなもう飽きたんかな。飽きたん、そろそろ。いや、飽きてんやろ、コメント多いもん、なんか今日タイガーちゃん、アンケート飽きたのかなと思う、書くの。
あ、飽きたみたいな。はい、あれです。もうやめる？ちょっと新しいのしますか。ミキって4月始まり。言うてもうたらね、アンケートなんてやっぱこれは書いてほしい。やっぱり僕も書いてほしいですよ、うん、言い方ちょっと積んでるみたいな。アンケートなんてもうちょっと俺は書いてほしい。積んでれへん。いやなんですけど、どうなんですかね、うん、うん、まあ次じゃあしましょう、アンケート、うん、で今回じゃあ新企画、おい来ました、新企画来ました、うん、トマさんにあまり言ってないんです。何も聞いてません。あまり言ってない新企画っていう。なんだ、教えて。今ちょっと2分ぐらい前に考えました。うんうん、俺めっちゃ器ちっちゃいこと言っていい？なんすか？コメントにさ、お前らに飽きたってきたからさ、もうみんなや。これ歌ちっちゃいやつなるみたいな。いきなりみんなやとか言って器ちっちゃい。ありがとうな。まあ、けどなんか飽きた俺見てくれてるお前のこと結構好きやで。ツンデレするみたいな。そうそうそう。うん。で、新企画なんだ。新企画。ハングで。ハングで。ワンチャンハングでアンケートあるじゃないですか。ハングでアンケート。ワンチャンアンケート。コーナー行きましょうじゃないですか。じゃあ今回行きましょう。うん。ハングで。二択スター、ハングで二択スター企画、はい、始まりました。どうなんやろ、もうなんか紙で書くじゃないですか、そういうのもちょっと古いなと思って、うん、古いや、画面越しの二択でアンケート、リアルタイムで、リアルタイムでやっていこうかなと。俺は時間差じゃねえぞと、はい、生だぞ、生で、生放送なんで、二択でちょっとやっていこうなと思うので、ゴムは使わねえぞと、生だと、はい、どっち、それも質問でもいいですし、うんうんうん、ゴムつけるかなって。何がなんすか、ズボシやったっけ。生の方が一緒ですよ、全てが。こっちでね、何ですか。ズボシやな、それ。いやいや、そんなもん中じゃない、中じゃない。なズボシかもしれへんの。これ怪しいの。言ってもうてな。スタイルってホストが流行ってるのって聞いてます。あのね、歌舞伎町のホスト、大体いらっしゃいませって多分やっぱお客様ご来店されたら言うと思うんだけど、歌舞伎町今流行ってるのがなんかお客様ご来店ですスタールって言うのみんな。あ、確かに、うん、ありましたね。そう、それに関しては結構歌舞伎町で一人だけ使ってるんですよ、魅力だけ。いや、一つ言います、二つだけ、二つだけどうぞ。トーマさんが多分一番使ってくれてます。せやなせやな、言うたらな、結果二人使っとんな。トーマさんが一番歌舞伎で流行ってない、俺らで流行ってるだけやねんって。って言っても店の子もスターっていう子いるからな、はい、ね、これがね、もう感染ってやつやねんな。はい、感染してますね。う、うん、っていうことで、あの二択スタイルやっていきますか。ハングで二択スタイル。二択スタイル、どう二択する、何の二択の。例えば、うん、例えばね、トーマさんか僕かっていうので、はい、ノーアンケートでもいいですし、はいか家でも全然いいですし、あ、はい、あ、俺か魅力かっていうのを二択取ると、はい、はいか家かっていうアンケートを取ると、はい、どっちでもいいです。なるほど、歌ってスムーズには進まないだからね。なんかお菓子うまい棒とじゃあキットカットどっちが好きみたいなアンケート取るやん、はい、で2分取りますみたいな、はい、でうまい棒でしたら、おいーみたいな、俺もみたいな。そう思うんだよ。やん、終わりやん、ついにこの番組ほんまに終わらなあかんってんだ。終わりやん。どうしましょうか。じゃあ、あの2択1回やってみましょう。1回やってみましょう。そんなんな、はい、先のことばっか考えてるな、はい、1回やらないと、はい、じゃあ、さっきなんか生っていう話あったんで、うん、どっちが変態そうか、僕かトーマさんで。あ、変態そうかか。じゃあ、ハングでワンチャンのサイドの人、お願いします。どっちが変態そうか、変態がトーマか魅力かっていうアンケートを取るってことや。はい、オッケー、取ります。じゃあちょっとワンチャンサイドお願いします。変態がな、はい、こう今、まあ今撮ってくれてるんかもね。まあ多分撮ってくれてます。変態の割合やったら、まあ、コメントのペース結構ええから、だいたいな、ね、見てくれてるから。そうそうそう。あ、そう、向こうでは見れんの。多分見れます、向こう。はい、二択今、うん、みんなクリックして、これネタとかじゃないからね。これぐらい撮る、なんか言うて、なりますか。1分ぐらい、いや、10秒でいいじゃないですか。10秒でもそんなん、全然10秒でいいっすよ。これ50-50とかでほんまなやるやつやからね。はい、結果出次第お願いします、速攻で。さっき言ったよ。おのれおのれおのれ、さがなでこんな変態やのや言うて、おのれ78、おのれ100人中78に魅力。確かにそういう感じで、どうしようかな、なんやろ、うん、じゃあもう一回じゃあ撮りましょう、アンケート。もう一回やりましょう。もう一回撮りましょう。ほんなら、はい、どっちが変態じゃなさそうかと。はい、じゃあそれにしよう。一緒やん。じゃあどっちが変態じゃなさそうか。内容一緒やん。はい、じゃあ僕がどっちが変態じゃなさそうか、お願いします。オッケー。どうしようかな。お前なんか、お前捨てますんだよ。おい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 、アンケート参加しだしてんだけど、パソコンで。
それはあかん。キャラいっぱいあるからな、そんな言うても。まあまあまあ、いいんじゃないか。撮ってくれてる今。これやってます今。撮ってます。ミロク不正はいかんぞ。不正はいかんぞってコメントしたやつ、多分その通りだと思うぞ。先生堂々勝負せいや。もっと結果悪なったや。もっと結果悪なってるよ。やばいや。86点な。どっちが変態じゃない、そのミロク。よしやめよう。よしやめよう、この質問。俺が言い出したのからです。これは僕が言ったらダメでした。言ったらダメ。言ったらあかんかった。これはもう俺の負けです。負けというかもう企画構成魅力。そうなんですね。あの変態魅力みたいな。捨てましたけど。捨てました。しかもさっきより結果悪なるんだよ。バリ悪なってるやん。分かりました分かりました分かりました。もうこれはもうあれですよ。うん、じゃあ次じゃあトモさんが企画じゃあ。ああもうアンケートどんどん取っていく感じ。アンケート。普通に。3回ぐらいでしょ。じゃあ、まあ、多分女の子の方が見てるの多いと思うから、あの、まず、どうしよう。で、2回、初めて出会った人を2回目には絶対セックスしないとあかんみたいなルールがあって、1回目、一発目で行ったるか、2回目で行くか、これどっちかやみたいな。はい。1回目でもう、最初に行っちゃうよっていうのか、まあ、男でもええから、見てくれてるの。はい。1回目で行っちゃうタイプか2回目にしとこうのタイプなのか、あのもないなこれ。これなんか言ったから、なんか真面目にちょっと僕ちょっと勝ちたいですよ。一回いいけど、これ勝負にならへんよ別に。まあけど1回目派か2回目派かみたいな。じゃあそれでお願いします。1回目か2回目は、その後にあれで行こうや、どっち派か言おうや、うん、俺らも言おうや、せーので言おうや、はい、やりましょう。ということで1回目か2回目派か取ってくれてますか。うん。お、どう。重くやりますね、もう不正は。不正はな。不正というよりは。1回目か2回目。1回目か2回目。これ結構性格出ません。2回目で絶対もうやらなあかんっていう流れがあったみたいな。性格出ません。出る出る。結構。うん。俺に関しては。みんなのことを知れる。2回目がやっぱ2回目の方が多くて、2回目 55.6、 1回目 44.4 みたいな、はい、だから我慢できない 44.4% の人間と計算的に 55.6 にするタイプの人間が分かれたということです。確かに。はい、じゃあ僕たちどっちか言いましょう、はい、せーの、1回目。ほら分かれました。はい、僕はすぐやりたかったです。いやそうですね、僕2回目ですかね、はい、1回目の理由なんですけど、すぐやりたかった。1回目の理由はやっぱり俺を知ってくれと。滑るやん。やばい。いや俺は知ってくれだったら、俺を知ってくれで、知ってくれだったら多分2回目、うん、僕、うんうん、2回目なんかもっと知れるんじゃないですか、だったら、うん、そうやな、もう、はい、魅力の方が、あの、なんかすごいいい人やから、そう、なんか考えとかすごい、やだー。よかったな、取り戻せた。そうですね、うん、そういう感じだね。はい、うん、やっぱりあの、取り戻したんじゃなくて、はい、本当に素で、はい、2回目って考えて、はい、ほんまに2でしたね、ほんまに2や。1回目はちょっとね、うん、1回目はなんであかんの、うん、なんか、うん、無理じゃんみたいな。1回目無理じゃん、自信ない方、自信ない方、自信意外とピュアやねん。意外と結構自信ないですよ。魅力意外とピュアやからね、こう見えて結構全然、うん、1回目は大丈夫かなっていう、ね、うん、1回帰ろうって、1回帰ろうみたいな、一回今日帰ろうみたいな。え、もう一回帰りたくないみたいな。いや僕一回ちょっと帰って、一回帰ります、一回帰って、一回ちょっと深呼吸、深呼吸しながらどうする、はぁ、はぁ、はぁ、わぁ。めっちゃ我慢してたやん、一回目実はしたかったやん、ほんなわぁ、やばいわ、ほんまもうバリやりたかったやん、そんな玄関で、玄関でガーいって犬ビッグホテルなんですか、犬ビッグホテル、ガーやったらな、ほんまワンちゃんガーやったで、前回放送何回目かであのミロクの犬エピソードあるから、はい、ほんまね、そうことで、喉乾くな。アンケートはじゃあ終わりますか。これだけ自由にできますからね、これ結構楽じゃないですか、自由にできるから楽やな。はい、うん、CM 前にじゃあ、うん、やりますか。何を。アンケート1個だけラスト。
CM 後にやって、うん、ああそういう感じな、はい、CM 中は CM っていうもんね、はい、アンケート取れんのかな、アンケート取れますよね CM 中、うん、じゃあテーマはもう最後僕もう俺頭しめられへん、犬か猫かとかしか言われへん、うん、ありがとうございました、わかりました、わかりました、わかりました、もうわかりました、あるって言ったら、はい、いやもうスーツが似合うのはどっち、ああいいね、はい、スーツ似合うのはどっちか、僕かトーマさんが CM 後発表さあ。なんだ、友達がホストになりたくてお店探してるんですよ、なんだと、どうしても一緒に働きたくて、今なら退入最大1万円ですよ、マジっすか、すぐ連れてこい、すぐに呼びます、お前らやっぱりお水着だな、アンケートの結果が出たということで、はい、たた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 たんだん、はい、ふざけんなよ、ちょっとなんか気まずい、俺も遠隔操作やぞ、お前これは何やこれ、ちょっと待て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 、悪いって、俺スーツや来て、もう一回借りたろか、俺一回買ったろか、一回帰って着替えたろか、俺着替えたろか、何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 するの、何着てくる、スーツ、スーツ、違うやつ着てくる、リベンジ感半端ない、リベンジ感すごい、いやこれ、うん、これはもう仕方ないけど、アンケートやし、次からもうちょっとトマさんのスーツでちょっとお願いします、わかりました、はい、じゃあもうあの次回、はい、俺がスーツ着てミルクめっちゃおしゃれなもう私服着てきてスーツどっちが似合うっていう話して俺負けるわ、負けなくていいですかこうなったらもう僕全部負けましたもん流れやろこれ、そういやいや、もう全然それに関してはもう全然勝てるアンケートないよね、流れ勝てるアンケート分かった、花高いどっち、花高いどっち、絶対負けやん俺、それでも僕が負けたらそれがもう実家でそうですからね、高く頑張ってるよ、確かに高いっすか、高いっすよ、ね、今日うっちゃ話高くないっすか、お前高すぎやろ何褒めやっとんねんみたいな感じあるけど、あのちょっとあの証拠動画っていうのあるんでちょっとみんな見てほしい、何すか、アンケート、CM 中のお前のしてたことや、トイレ行ってほしい、わい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 、何してるおい、ミロクくん、それ、何がスーツ似合う言うてみんな聞いて、自分はちょっとそっちのパソコンでこんなアンケートやってましたね、ちょっと可愛いところが、すいません、ちょっと一票、はい、何ですか、間違えて俺に絵を入れそうなってたやろチッチッチッってなってたからそうなんです、ありましたね、はい、証拠動画でしたよこれこそが、ということであのはい、サラリーマン、ちょっと待ってサラリーマンやん、スーツでパソコンとかってやばいな、リーマンスターってことで、アンケート終わりで終わりましたか、終わりで終わっちゃった、写真いきますか、うん、そうやな、はい、ある意味さ、ちょっと写真行く前にアンケートさ終わったやん、はい、けどこれが本当のアンケートやんな、何がなんですか、でいつもなんかさハンバーグとか書いてさ、なんかアンケートで書いてそうなんですよ、いやあんなメッセージあれ、あれは確かにくだらんかったっすよ、そうアンケートでメッセージになってたから、はい、はい、こう今のこそアンケートやん、はい、じゃちょっとそうなんですよ、あれがリアルなんですよ、これでいく、じゃあこれからこっちでも全然いいんですけどね、僕は、けどなんかどっちかへん、みんな教えて、書いてくれる子は書いてくれて、もう全然嬉しいですけどね、うん、うん、本当にまあ、気分やん、一応アンケートは取っとこうや、確かに書きたい子もいるから、はい、間違いないですね、気分で書いていこう、気分で、うん、っていう感じで、はい、新しい企画もできたことで企画もできた、ワンチャン写真のコーナーいきますってことで、ハングでワンチャン写真1枚目をお願いします、うん、やばいやん、すごいね、下後列の下後列、すごい後列の左端からミロクですね、マキさんの貫禄マッキー貫禄すごいよ
なんかこうクローズとかやったら睨みつけてません、ちょっとクローズとかやったら多分40人、はい、行ったったれみたいなてっぺん取ったったれみたいな感じだね。確かに、うん、で左魅力のあのセーラー服、はい、で俺もセーラー服、はい、スケバンみたいな、はい、で代表があのセーラー服のリボン、白の魅力のリボンと俺の赤のリボンが絡まってるのを引っ張って噛んでる様子っていう。あーすーごいね。はい、はいはいかぶったっていうね。はい、まあ独特な写真ですよ、はい、楽しかったですね。セーラー来ましたね、一緒に。かっこつけてブレザーとか着たったろうかな思ったけど、やっぱりなんか笑い発してしまった俺もいたよ。でもやっぱり関西の地ですね。そうやな。てことで、あの6世イベントね、うん、やりました。で、続いてじゃあ2枚目、うん、はい、出ました、ことおもさん、おめでとうございます。支配人にね、4月から昇格したべ。はい、4月から支配人にともさんが最高やね、はい、これすごいいい写真ですよね。もうなんか結構時間かかってんこれ。はい、いや全然すごい。ちなみにこれね、あの T シャツはあの魅力にあのね、ニューヨークお土産でもらった、はい、T シャツをね、ハードコアのせっかく昇格したんで、せっかくもらったお土産を、ね、はい、いや全然嬉しい、来てくれて僕も嬉しかったですよ、これ見て使ったろかな思うてってことで、はい、トモさん今月から試合人で、はい、頑張りたいと思います。昇格祭は17日だからね。あ、そうですね、17日昇格祭があります。17日に、4月17日あります。初回で指名してシャンパン入れるとかいう作戦もできるからね。そう、こう作戦なんですか、それ。作戦そういう作戦。ああ、確かに、そうそうそう、うん、あ、それも全然あるんで、うん、はい、あの17日も来てください、ぜひ来てーな。オリジナルとかもあるんでね。オリジナルあるよ、はい、いっぱい作った。お、何本ですか。僕知らないです、それ。これは言っていいですか。まあ、うん、10本は作ってる。お、だから、よかったです。作ってるからね。はい、皆さんじゃあ来てください、はい、ってことで、続いて写真お願いします。あら、かわいいね、これ誰なのって聞いてみたら誰なの。しゅんちゃん丸。しゅんちゃん丸。しゅんちゃん丸。はい、うちのしゅんアドバイザーがね、うん、明日っすよね、明日イベントがあります。明日イベント、バースデーイベントですよ。多分、ホスト人生初なのかな。そうね、ホスト人生初のバースデーをやるということで、はい、ちなみになぜこういう画像になったのかというと、アリスかな、これは。ハンプティ・ダンプティってキャラがいる。ハンプティ・ダンプティと彼の共通点、これはカタカナ2文字で何と言おう、ごめんなさい、デブだっていうことなんですよね。はい、デブだからもうね、ハンプティ・ダンプティ生誕されてて、もうちょっと幹部で会議してて、みんな大爆笑して、シュンさえ爆笑して、もうなんなら使ってくださいよ我に言ってくれ て、ね、こんな面白いポップが出来上がってしまったっていう、はい、これ面白いとあの狂気の沙汰に分かれてるからね、すごいびっくりして帰る子もいるらしい、シュンが言ってさ、うん、店内に貼ってるからさ。いや、あれはびっくりします、あの顔、うん、なかなか、うん、本当明日なんで、うんうん、旬のイベント、皆さんオリシャンどうなんですか、ね、作ったかわかんないですけど、オリシャンはね作ってるんじゃないですか。ね、じゃあ多分今日には届いてるのかなっていう感じででしょうね。はい、生誕祭が明日あるので、すごい今月結構イベントはここ結構濃いですよね。うん、まあ個人イベントが2件あるので、はい、ということで本当に幹部のお二人ね、アドバイザーとトモさんのイベントなんで、うい、ぜひ来てください。来てぇなー、まだ時間ある、あと10、あと7分ぐらいですね。あれやろうよ。あ、動画っすか。そう、例の、あのこれの第2弾を作ろうってやつ。え、あ、動画じゃないですか。え、あれ、なんか多分、切れたギガファイル、いや、ギガファイルというか多分、あの履歴がもう多分ないみたいな。履歴ないんや。うん、公開打ち合わせ。無理か、無理か。履歴が無理か。公開。いや、だってな、今、でも3分でやるっていう、じゃあ、1個だけ、じゃあ、ちょっとうまくやってみようか。あります？僕ちょっとないですよ。まあ、なんか喋ってて。あということで、今ちょっとトモさんが、未公開動画のね、総集編をさ、ちょっとみんなにもう一回流して、もう一回見てほしいなっていうことで、今ちょっと探してもらってます。まあ、第2回のやつはまだ編集してないんですけど、第1回目こんな感じやっていうのをちょっと見せたかったんで、はい、まあ、いわゆる尺を稼ぐってやつですね。はい、っていう感じです。同じで最近けど、まあ僕の悩みと言ったら何なんですかね、それは気にしか知らない、ね、やっぱりね、なんかこう最近キャラが
バスタ岡田系なのかなっていうの、僕はどうなのかな、結構お笑い系に走りすぎてるなと思う最近、ほんまにちょっとかっこいいのも見せなあかんよね、かっこいいっていうので、やっぱりお笑いがやっぱ濃い、やっぱね最近かっこいいって言うと無理しかないんですよね、マジでおもろいって言われて、かっこいいはもう分かってるからみたいなのがあれやろ、おもろいって言われても結構嬉しいんですよ最近、うん、だから全然クールな魅力好きなのに、うん、結構昔結構喋んなかったんですよね、僕本当にどっちかっていうとレイヤー系でしたから、ね、本当に激戦、ちょっといい部分だけ取っておくかな、魅力なんです、そのキャラの、うん、キャラやからな、家帰ったらもう無言や無言なん、家帰ったらもう一切喋れ、それはそれで寂しいよね一人ですよし一人、はい、ありますか、来ました、まだ全然時間あるんで、ホストやめたの、ね、ホスト最近やめたよな、なんか飽きた、やっぱこう飽きるやっとありますね、分岐点で、そろそろ限界かなみたいな、そろそろネタがじゃがりこ食ったし、ホストは限界で次スタイルが来ましたよね、やっぱりスタイルな、はい、その次まで来ると思うんで、ちょっとこれ流してください、ちょっと適当に切ったけど、あと3分ってあるらしい、3分、まあ、3分見せたい、行きましょう、やっぱあります、お願いします、速攻で、早く、顔が顔が多分動画なんだけど長いんですよ、いやーよかったっすね、今日の放送もま、コスプレでは結構やったんですけどね、仮装な、仮装結構良かった、はい、よかったよかった、確かにどうした、ヒロが泣いて終わるぞ、はい、やばい、ヒロがこっちだ、ギャーギャーやばい、痛い、あー痛い、お疲れ、あーお疲れ様です、今日も終わりました、今日はあのね、前回放送の振り返りという写真の方もうブラとか行きましたね、ブラジャーとか行きましたね、No, take me one. はい、なんか最高ですね。対面でね、もう最高です。車とか好き？車、まあまあ車は好きな方ですね。言うて、どうかなみたいな車も。どうした、どうした、なんかちゃう、なんかちゃう、今回はどうした、何が起きて、ガラハガラハ、これはダーン、あーあーあーいやー、優しい優しい、これで終わろうかな、終わった、終わった、やっぱりすぎる、これ、第2弾作ります、はい、2弾も作ります、またやりましょう、次回Bye.